もしもし、聞こえますか？あれ、聞こえないかな？なんか音が回っちゃってる？違う、あれ？あ、聞こえてる？あ、よかった。ちょっとね、あれ？これどうやって見たらいいんだろう。なんか中継の音がすげえ遅れてる。これ、あれ？とりあえず皆さんこんばんは、園崎美恵です。見えてる？こんばんは。あのお集まりいただいてありがとうございます。これあれ、すごいね。なんかあの喋ってるのとモニターで返ってくる音がすごい時差があってですね、ちょっとなんかあの、そんなわけで、その時に50の手習い始まりました。本日誕生日、しゃべりに遅れてくる。そう、まさかの異国道状態なんですよ今。皆さんハッピーバースデーありがとうございます。今日誕生日でございましてですね、まあいくつになったかっていう話はね、訪れそう、ちょっといろいろコメントも拾っていきたいなと思いますけれども、慣れないとやりにくいね。みんなこんな状態で生配信やってるの？すごい遅れてくる。わあ。ちなみに、無音がつらいなと思って、あの、YouTube ミュージックの音楽を、かけておりますけれども。はい。すごい、どれぐらい遅れてるかっていうと、なんかね、今無音がつらいなと思ってっていうのが今聞こえてる感じなんですよ。いや、オンエアは聞いてないんじゃ、オンエアを聞いてるんじゃなくて、今その YouTube スタジオを開いてそこが聞こえるやつ。昨日のテストの時は普通にリアルタイムで聞こえてたんだけど、モニターできてたんだけど、これどうしたらいいんだろう。あ、みえさん、かわいい色、髪色かわいい、ありがとうございます。今ねこんなブリッジしました。こっち側とあとこっち側に入れました。初めはこっち側だけだったんだけど、なんかちょっとこれブリッジ入れてもらって、初めはねブリッジ入れて、グリーンとかね入れてたんですよ。そしたら、あっという間に色なくなっちゃって、ただの金髪になってしまいました。ちょっとなんか、エーリカ・ハルトマンみたいじゃない？なんかね、ありがとうございます。あ、こういう訪れは仕様なんだね。これはもうちょっとこれを切るしかないのか。じゃあもうちょっとイヤホンしません。なんかちょっとたどたどしいですけれども。はい。PC の音声を切ってコメントを眺める感じの方がいいかもしれない。あ、じゃあそうするね。そうします。じゃあちょっとお耳を取ります。でもなんかモニターがないとさ、一人で喋ってるみたいな感じでちょっと、なんだろう。やりにくいね。なんかほら、私、海外ドラマって原音いつも聞いてるんですよ。だから、なんか耳に何かある方がちょっとやりやすいっていうか、
そうなの。あ、途端になんか部屋で一人素で喋ってるとなんかちょっと辛くなってきちゃったから、せめて片耳だけしよう。あ、そう、ウィッチーズじゃないの。そう、イヤホンね、ごめんなさい、ちょっとね、ウィッチーズ充電しそびれちゃってね、今日ちょっと使えないんですよ。あの、私が去年奮発して買ったあのちょっと低音が出るタイプのやつ、あの普段使いしてるものを今日使ってますけれども、大丈夫、あの音楽とか大きかったりしないですか、大丈夫ですか。なんか曲がないと、あれこれ逆かな。曲がないとちょっと寂しくて。ケーキ食べましたか。あ、ケーキね、ケーキっていうのかな、あのなんだろう、いわゆるケーキっていうよりかはなんかデザートプレートをねいただきましたよ。食べた。ちゃんとね、ハッピーバースデーって書いてもらったの。っていうか、あの、書いてもらうつもりなかったんだけど、あの、家族とご飯食べに行って、この人誕生日だからね、みたいな話を、あの、ウェイターさんが聞いててくださったみたいで、あの、コース料理頼んだんだけど、一番最後のデザートのプレートにね、チョコレートでハッピーバースデーって書いてあって、え、なんでって言ったら、あ、お話伺ってました、なんて言われて、なんか、恥ずかしいね、照れちゃう。あ、音楽もう少し小さい方がいい。ちょっとマイクに近いのかな、ちょっと小さくしますね。これぐらい。あれか、私がマイクに近いのかな。あ、私がマイクに近くなるといいのかな。これをこっちにするといいのかな。かな、はい、よいしょ、これぐらいかな。ちょっと全然コメント早くて全然ちょっとあの終えてないんですけれども、すっごいな、みんなこんなリアタイありがとう、まず嬉しい。あ、桜大戦でファンになりましたっておっしゃってくださる方、いっぱいいるよね。あ、メッシ、おしゃれで可愛いです。ありがとうございます。韓国から、あ、ありがとう。そうだね。トゥルーです。それ私の髪色。野川さんがコメントくれました。ありがとうございます。そう、あの野川さんがあのツイッターでコメントくれたりして、ありがとうございます。さあ、ということで、生配信、ゆるっとやっております。あ、音楽大丈夫？ありがとう。よかった。ね、そうだな。あ、ライブめっちゃかっこよかったし、おととい、浅草公会堂で、ストライクウィッチーズ、違った、ワールドウィッチーズ、ミュージックフェスタ、2023、久しぶりに開催だったんですけれども、カールスラントの3人組が揃ってね、もうマジ楽しかったよね。私がね一番好きだった歌、あのウィッチーズの歌で、もっと強くもっと早く、あれ逆だっけ、もっと早くもっと強く、あ、違う、もっと強くもっと早くだよね。あれすごい好きで、あのいつか3人で歌ったらいいなと思って、ようやくね叶えましたけれども、アミューフェス行きました、ありがとう。ブルーで大好きで知りました、ありがとう。楽しかった、ありがとうございます。あ、ぷよぷよからっていう方もいらっしゃいますね。ぷよぷよの話はまた後でちょっとしましょうか。あれ、これ同期しなくなっちゃった。イヤホン同期しなくなっちゃったな。そう、あのウィッチーズの、ん？これ違うところが今つながってるな、私のイヤホン。でもここにタブレットがあってですね。これ、どうしたらいいんだ？ちょっと待ってね。デバイス。あるね。あ、これとつながってんのかな？そう、あの、ストライクウィッチーズの、イヤホン発売中です。宣伝、あの、なんだ、本編、アニメ本編で出てきた、インカム型の、イヤホンが、今
発売してまして、私、カールスラントのチームは、私、田中理恵ちゃん、野川さくらちゃんの3人の声で起動音とか、切れますよ、音が切れるよ、接続が切れるよとか、電池なくなるよとか、そういうのをね、言ってるんですよ。そう、そう、唐突な宣伝。唐突だよね。ダイレクトマーケティング大事かなと思って。そう、本当は、あれ、持ってこようと思ってたんだけど、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、入れ物に、ケースに入れて、そう、買ったけど落とすのが怖くてさ、ちょっと使えないんだよね。でも使わないのなと思って、取っといたらね、電池すっかりなくて、今日使えないんですけれども、はい。それからですね、君ちゃん来た！びっくりした！斉藤きみこさんが来てくれました。え、マジ来てくれたの？本当？ありがとう。やだ。さっき会ってたのに。ね、さっきまで仕事してたの。今日、いつもね、毎年、実は湯上がり一番じゃないです。これはね、湯上がり一番は声だけです。斉藤きみこさん、お誕生日おめでとう。こちらでもありがとうございます。毎年ね、私自分の誕生日は基本的に仕事を入れないっていうのをしてるんですけど、普通にね、レギュラーあったんだよ。レギュラーあったんだよ。今日火曜日だから松山撮ってるんだよ。それでその後にレギュラーのお仕事あって、クリミナルマインドガルシア役の、斉藤きみこちゃんと今日収録一緒だったんですけど。で、ね、なんか、収録一緒で、え、たぶんこの後、生配信やるの？やる？間に合う？って言って、いや、ちょっと私正直、間に合える自信がないっていう話をして、別れて帰ってきたんですけど、そんな斉藤きみちゃんから今日はですね、お米をいただきまして、ちょっとね、配信でバタバタしてて、まだ中身ちゃんと見れてない。あ、石田陽子ちゃん来てくれた。ウィッチーズ歌姫石田陽子さんも来てくださいました。お仕事お疲れ様。改めてお誕生日おめでとう。ありがとう。わあ、なんだろう、知り合いの多い。プレゼントといえばお米ですよね。そうなの。私は助かるけど。あ、ミューフェスの後に松屋行ったらセルフ店で吉野崎さんに呼び出されました。毎度。毎週火曜日の夕方にですね、牛めし松屋の店内放送と、あと、島村、ファッションセンター島村の、店内放送を撮ってるんですけれど、これ、ね、毎週やってるんだよ。それがね、ね、ほんとチャットが豪華になってきちゃった。やばい。ほんとありがとう。あ、リアル米？そう、ほんとにお米。でも私ね、お誕生日にね、お米もらうの結構、何度かあって、ファンの方からもお米いただいたりとかね、なんだ、ご実家が畑やってらっしゃるっていう方がいらしてね、それで、ご実家だったかな、親戚が畑やってるっていう方いらして、でそれでうちに食べる分と他のご飯園崎さんに送りますって言ってね、いっぱいお米いただいたりして、なるみ米ね、ダイソーでも園崎さんの声が聞こえた気がしたのですが、担当しているんですが、ね、ダイソーさんはね、なんだっけ、ホームページの宣伝かな？公式サイトの宣伝と、全部が全部じゃないんだけど、ダイソーはね、島村優ちゃんと私が、やってるかな？メインは島村優ちゃんが、やってて、突発的に入ってくるお米屋さんじゃない、突発的に、もう米コメ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 ントに並んでるから、
コメコメコメント？え、何のギャグだろう。わあ、どうしよう。寒い。なんだっけ。何の話してたんだっけ。あ、そうそう。お米、お米もらった話？あれ？なんかわかんなくなってきちゃったぞ。あ、親戚が、そう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 、親戚が田んぼやって、そう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 、ありがとうございます。その話だよ。でもね、他にもお米いただいたりして、なんか今ほら、小分けになって1号とかでさ、なってたりするじゃない。あ、そうか、ダイソーの話してたんだっけ。そう、突発的に入ってくる、コメントを時々私が読ませていただいたりしています。あ、杉薬局もね、時々やってた。かな、私だけじゃないけど、今もなくなっちゃったけど、あとね、ちょっと前まではね、首都高速のね、工事のご案内とかね、やってた。首都高速はもうちょっと担当外れちゃったから、もうないんですけど、まあ、そんなんで、そこここで、私の声が聞こえて、ね、みんなそうやって洗脳されてるっていうやつですけれども、そう、ダイソーやってますよ。ダイソーだって言われてたじゃない？私は子供の時ずっとダイソーだと思ってたわけ。そしたらさ、大人になって久しぶりに行ったらさ、ダイソーに変わっててさ、アクセントが。あれ、ダイソーなんですねと思ったら、今年から、違う、去年の暮れからダイソーにまた戻ったんだよね。腰は治りましたが、あ、そう、米の話。どんだけ米好きだよって話なんだけど、一時ツイッターでね、12時過ぎると米を炊くボットって友達たちに言われていて、だいたいいつも夜お米を炊いてはもすもす食べていたんですけれども、すごいコメントが早くて、なんか自分が何喋ってるかよく分かんなくなっちゃう。なんだっけ。あ、ハイカード見ます。ありがとう。あれ、なんだっけ。昔ちょっと初めての生配信なので、ちょっと話、いろいろ情報が多くて、あ、そう、マシの隅々にその先見栄が溢れてるんですけども、そう、それでね、お米の話なんだよ。で、とにかく、まあ、私、カレーが基本的に大好きなんだけど、ある時、言われたの。姉さんは、カレーも好きなんだろうけど、七尾春さん来た。春さん ハリさん、ツイッターにも質問のコメントくれたよね。ちょっとまた後で触れますね。まあ、そんなんで12時過ぎると米を炊くボットって言われてて、まあ、何かっちゃ米を炊いてたんだけど、で、友達に言われたの。みえさんはさ、カレー好きなんだろうけど、それさ、カレーが好きっていうよりか、カレーを当てに米を食べたいだけなんじゃないって言われて、はっとか思っちゃったの。え、どうしよう、私それ否定できないぞって思って、割とだから梅干し&米も好きだし、納豆&米も好きだし、で、冷凍庫には松屋さんの冷凍個食パックとオリジナルカレー常備してるんですよ。とりあえず米炊くとさ、なんとかなるじゃない？ね。で、なんでその話してるかっていうと、で、ふるさと納税っていうのを、したんです。ふるさと納税でね、お米来たの。そう、私人生で初めてのふるさと納税はね、庵野清乃ちゃんの、安野清乃ちゃんの、日本酒あったでしょ？あれをね、購入してから、
ふるさと納税っていうのを知ったんですけど、それで、この度ですね、玄米をね、お返しにいただいたんですよ。これで、私、6キロ買ったと思ってたの。で、6キロって随分量多いなぁと思ったのね。声優さんはふるさと納税してる人多いでしょ。あ、そうかもしれないね。だって、どっちにしろ確定申告するから。あ、そうそうそう。安野清美ちゃんのお酒はね、奇声と言いまして、まれなよと書く。すごい、すっきり、ちょっと爽やかに甘い、すごい美味しいお酒だったんだけど。そう、スタープリンセスプリキュア。だっつって。スタープリ。でね、ずっとご一緒していたご縁もあって、仲良くさせていただいてるんですけど、で、玄米6キロ買ったと思ってたの。そしたらさ、すごい量の米が来たのよ。でね、私6キロ買ったと思ってたの。そしたら、40キロあったんだよ。お米屋さんにさ、米袋って置いてあるじゃない？あれが、そのまんま、段ボールに入って、うちに来たの。だからもう、私の体の半分くらいの袋がさ、そう、土のうみたいなやつ、そうそうそう、土のうみたいなやつ来たのよ。で、あんまり私、米大体2キロとか3キロとかしか買ったことがなかったから、私6キロ注文したと思ってたら、すごい分量来たから、あ、6キロってこんなに多いのかと思ったら、よくよくその注文したやつ見たらね、違ったんです。で、それを段ボールの箱から出そうと思って、はぬってやったら、あ、米だらわらは30キロなの？あ、そうなんだ。じゃあそれよりも多いんだ。なんかね、40キロって書いてあったんだよ。で、なんか、ファミリーも大満足って書いてあって、うちファミリーじゃないけど、何かっちゃお米ちょくちょく買うからね、まとめて買うからいいかと思って。米俵なの？でもなんか40って書いてあったんだよね。袋に40って書いてあった。でもあれ30なのかな？あれ？ちょっとよくわかんないんだけど。で、それで、段ボール箱からさ、出さないといけなくて、それをさ、いいやってやったらさ、すごい寒い日でさ、ちょっと嫌な感じしたの。それでね、ちょっと腰をやってしまったのですよね。本当だよ、ハリスさんの体重と同じだよ。七尾ハリスさん、いろいろあって激痩せしてた時の私を抱っこするのと同じ。もう本当、残念ながらちょっと40キロはちょっと抱えられなかったんですけれども、ストライクウィッチーズのイベントを前にしてウィッチーズストライクを、受けてしまうっていうね、ぎっくり腰っていうのはウィッチーズストライクって英語で言うらしいんだけど、そっか、お米1年分って40キロなの？そうなのかな。そう、玄米、どなたかが今書いてくれたんだけど、玄米は、割と、長く置いておけるので、そのまま置いとこうかなと思って、置いとこうかなと思うんですけれども。どのぐらい喋ってんの？もう30分ぐらい喋ってんの？わ、ちょっとコメント、いっぱい、ツイッターの方で、話題を募集させていただいたので、せっかくだから、いろいろお答えをしていこうかなと思います。まず、そもそもね、今回の番組タイトル、園崎美恵50の手習いと書いてありますけれども、私17歳強に入っているわけではないので、年齢言っちゃうとさ、年齢ちょっとガツって言っちゃうとなかなか衝撃が、
我ながら、てか自分でも我ながらちょっとすごいなと思って、私ね1973年生まれなんですよ。誰でもできる簡単な算数です。そうなの。その崎美恵、なんとですね、本日50歳になりました。いやー、びっくり。なんか自分にそんな日が来んだなと思って、なんかすごいね。昭和48年、そうです。まあ、プロフィールね、別に隠してないからさ、知ってる人もいると思うし、同じ年の人もいっぱいいると思うんだけど、あ、おめでとうございます。皆さん、ありがとう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 、超絶嬉しい。なんか誕生日ってさ、さすがに、なんだろう、なんて言うんだろう、結構年齢をいくとさ、そろそろ祝われても、お、吉郎さん、小池吉郎さん来てくれましたね。作曲家の小池吉郎さん、昔、曲の、あ、作詞家の曲、詞を書いてくださったりしてるんですけれども、ありがとうございます。なんだろう、そう、まだまだ半世紀、そんなんで、無事に半世紀、過ごしておりましてですね、なんだろうな、そう、そんなんで、そろそろ祝われても嬉しくない年齢になりましたなんて皆さんおっしゃったりするんだけど、私は実はなんかいくつになっても誕生日嬉しいなと思ってて、なんでかっていうと、やっぱりこうさ、ほら、誕生日を無事に迎えられたっていうことはさ、なんか無事にその一年、なんとか無事に過ごせたって思った。そうそうそう、いくつになっても誕生日は一年無事に過ごせた記念日だって私も思ってるんですよ。だから、そうやって、また去年の2月7日から1年経って、こうやって、皆さんと、こう、なんかお話できたりするのいいなぁと思って。サンゴさん来てるの？サンゴさん来、サンゴみなこちゃん来てるの？ありがとうわー。わー、ありがとうございます。そう、だからなんか、いくつになっても誕生日はおめでとうだし、なんかこうやって、祝っていただけて本当にありがとうだし、もうだからみんな今日私におめでとうって言ってくれた人、コメントくれた人、みんなに幸あれって思っています。そうですよ、戦国時代までは人間50年だったからね。そろそろ向こう行っちゃうっつうのね。なんか、なんとか健康に、1年過ごしていて、大きな病気もせず、まあいろいろね、なんかなんだかんだちょこちょこあったりもしてるけど、クリマイ新作楽しみにしております。そうなんですよ、クリミナルマインド。まあ、コメントくれてる斉藤君子ちゃんとはクリミナルマインドという、あれ15年続いた、作品で一緒なんですけれども、なんと新作が、本国では放送されまして、実は今絶賛、新シリーズ収録してるんですけれども、あ、ゆるざさんがきっかけでファンになりました。ありがとうございます。そう、なんか、やっぱり、仕事を始めて、もう25年ぐらい経つのかな。私デビューが遅かったんですよ。20代の半ばというか後半ぐらいだったんですけど、それでこういろんな作品に出会って、いろんな人たちとなんか出会えて、なんか今そのコメント欄に並んでいる私のお友達たちを、なんかこう歴代その作品群の出演者さんたちなので、いやー、もうほんとなんかすいません、なんか私なんぞのためにこうやってお時間を
なんか費やしてくださって、いやこの間のミューフェスもさ、あの田中理恵ちゃんと野川さくらちゃんがサプライズでお誕生日でお花くれたじゃない？そこさ、持ち時間2分しかなかったの、本当は。だからさ、なんかその持ち時間、貴重な持ち時間をさ、なんか私のお誕生日に費やしてしまって、なんか申し訳ないな、なんて思ったりして。そう、はい、じゃあちょっと、ツイッターにもらっているコメントをちょっと読んでいこうかなと思います。これ読み切れっから、なんかチェックとかしてなかったんだよね。古い順に見てったらいいのかな？古い順に並んでんの？このコメント。並んでねえな。どうして、ちょっと待ってね。これどうしたらいいんだろうな。最近さ、なんかツイッターのさ、なんだ、リプライさ、検索できなくない？あ、そう、私、コメント、KSS ブックスのイベントが1997年だからもうすぐ26年になりますね。そうですね。私、実質、なんか下積みでいろいろその、それこそ、テレビでドラマのエキストラやったり、なんか舞台の仕事をしたりとか、いろいろやってたんですけど、声優さんだよって言って、なんかステージでご紹介されたのが、その KSS ブックスっていう、会社さんのお披露目のイベントで、飛び入りで参加したのがね、最初で、で、いろいろなコンテンツ関わらせていただいたんですけれども、ハッピーレッスンとかね、あって、そうなんですよ。ちょっと待って、これコメントどうしよう。どうやって見てったらいいんだろう、これ。そう、今ね、アットマークを見たら、全然、なんか、新しい、古い順に並んでなくて、古い順から、じゃあちょっと、さあ、ここに iPad。そうそうそう、リプライに別のツイートが混ざってきちゃって、ちょっとね、見づらいんですよね、と思って。これ本当にコメント取れるかな？はい。じゃあ、実況赤にいただいた、リプライをちょっと、読ませていただきます。あ、ハッシュタグつけ、ハッシュタグをつければよかったのか。ハッシュタグ、そうか、ハッシュタグはなんかここでみんなで決められたらよかったのにな、なんて、そう、ハルさんと一緒だったのは、その下級生の、ハルさんとは下級生って一緒じゃないんだけど、その、私は下級生のイベントで出て、そう、下級生、エルフ版下級生っていうアニメーションにね、本当にデビュー当時に出てたんですよ。あれ、今、配信で見られるの。U-NEXT さんだったかな？ U-NEXT さんでね、配信で見られるんですよ。見たの。いやー、びっくりしちゃった。なんか、へったくそなんだけどさ、なんか、へったくそなりに、なんか、初々しくてですね、決して悪くなかった。じゃあ、コメントいきますよ。ちょっとこの調子で私、やってたら、日付超えちゃうんじゃないかな。ちょっと時計を近くに置いておこう。みんな何時まで付き合ってくれるの？あ、今回のお洋服はどこのですか？私の大好きなブランド、大会になります、アメリという、ところのやつです。はい。ハルさんコメントくれますね。そうそう、ハルさんがデビュー前に、見学、しにいらした、かげずのイベントに私が出てたっていうね。そうだね。間違いなくちょっと日付超えちゃいそうだな。さあ、じゃあ、参ります。
お名前省略、ごめんなさい、コメントだけいただきますね。お誕生日おめでとうございます。私が孫崎さんを本格的に意識し始めたのはグルブルのイルザさんからなので、2017年からとまず新参の部類ではあります。これまでいろんなキャラ吹き替えを演じていますが、悔いがあったキャラや演技はあったりしますでしょうか。今だったらこう演じたりする、演じたりするのにとか。で、いただきました。ありがとうございます。これは誰なんだけど、なんか、収録終わってすぐの時はね、なんか本当にこれでいいのかな、やることはやったつもりだけど、これでいいのかなって思うんだけど、でも昔それでね、とあるディレクターさんに、俺が OK って言ってるんだから OK なんだよって言って怒られた。だから、なんかその時の、記録、その時のできることのすべて、上を見たらキリがないからさ、そりゃさ、今、その時に、こうできてたらよかったみたいなのはさ、今だったらできることって、やっぱりあるけど、やっぱり、その時だからできたことだったりとか、その時はここまでしかできなかったっていうのも、それが記録だからっていうふうに最近思うようにしていて。で、だからそれこそさっきの下級生の話じゃないけどさ、もうね、笑うのがへったくそなの。ほんとね、文字でハハハハって書いてあるのをそのまま読んでるみたいな感じだったんだけど。なんかデビュー作は竜気伝承のバブ君って書いてあるんだけどね、多分ね、私、アーケードのね、ゲームでね、なんだっけ、アーケードのゲームでね、それが多分一番初めにやったのが最初なんじゃないかなと思うんだけど、今なんかちょっとコメントがあったぞ。あくりまいで JJ の息子さん役も吹き替えされていたというのは本当ですか？本当です。あ、違う、JJ の息子を私がやってたんじゃなくて、その JJ の息子は、JJ の子供たち二人いるんだけど、その、JJ の子供たちやってくれたのは福田愛ちゃんで、別の方なんだけど、私がやったのはね、ホッチの息子。ホッチの、男の子、息子がいて、それがさ、絶対喋んないと思ったらさ、一回さ、ゼゼが、ホッチの家に行ってさ、こもりする会があってさ、まさかの私と私が喋るっていうことがあって。ヘンリーは深大ちゃんが、やってくれてます。ちなみにね、向こうのね、海外ドラマの方の、子供たち二人は、JJ 役の AJ クックさんの本当のお子さんたちなんよ。もうすっかり大きくなってきちゃって。すごい可愛いんだけど、まだ声は出てないんだよね。ぜひ楽しみにしていただきたいと思う。そう、サッカー少年なんだよ。もう、落ちよ。クリミナルマインド面白いんで、ちょっとシリーズ長いですけど、ぜひ見てください。はい。それから、お誕生日おめでとうございます。新しい年が実り多いものになりますように。私は心に残った言葉を書き留める癖があり、たまに孫崎さんのツイートもメモに残すことがあるのですが、最近印象に残った言葉があれば教えていただきたいですっていただきましたね。印象に残った言葉、なんかね、いっぱいあったんだけど、この間ね、ケンプロの創立者、内海賢二さんの、追悼の映画、その声のあなたへっていうのを見に行ったんです。本当にね、もうなんか金言だらけで、なんだっけ、確かに、後でちゃんとまとめようと思ってたんだけど、
どこ行っちゃったかな、なんかいろいろ慌ただしくしていて。まあ、これはでもちょっとお芝居のお話ばっかりなんだけれども、その内海さんが常々言ってらした、言葉でね、ちょっと待ってね。今ちゃんと間違いのないように、ね、言葉だけ書いてどなたが喋ったかを私書いてなかった。そう、その声のあなたへはね、本当にこう声の仕事をやる方はぜひちょっと見ていただきたいなって思う映画で、本当にいろんなベテランの方のすごく大事な言葉がいっぱい詰まっていて、内海賢二さんもそうなんだけど、そう、みちかさん、みかさん、キーラン、ハリさんが熱く語ってますね。そうなんだけど。これは秀勝さんが言ってた言葉だったかな。柴田秀勝さんがね、秀勝さんの、やってらっしゃる突風っていう、お店があるんだけど、そこの上に、内海さんが住んでらしたんだって。で、その時に、なんか、お二人でずっとおっしゃってたっていうことが、歌は語れ、セリフは歌え。って言ってたんだって。で、それ私もずっと同じことを思っていて、それこそずっと出てる KSS っていう今は亡き今は何が残ってるんだっけ、出版違うな、なんかが残ってるよね。私デビュー当時一番お世話になってた会社さんなんだけれども、そこで太田のお仕事、アニメの本編出てないのに、歌、オープニングとかエンディングを、担当させていただくことがたびたびあったんですね。で、その時に、プロデューサーさんに言っていただいた言葉は、なんで声優である君たちに、それに、だから、菜の春ちゃんとか、足立まりちゃんとか、いろんな人が歌ってたんだけど、なんで声優である君たちに歌を歌ってもらおうと思ってるかって言ったら、声優さんっていうのは書かれている言葉を大事にしてくれるし、その言葉のイメージを、歌に乗せてほしいから、僕は本職の歌い手さんじゃなくて君たちに歌を歌ってもらいたいって思ってるんだよっていうふうに言ってくださったんですよ。で、その方、会社を辞めになって、ラジオの方に、ラジオ大阪かなの方に行かれて、で、その後、全然ご連絡も取ってないので、どうしてるかなって思うんだけど、まっちゃんの店内放送撮ってたらね、スタジオが、道玄坂の坂の上にあって、で、道が見えんのよ。で、私その日だけたまたまその道の方に向かって収録をして、道の方に向かってて、道が見える位置で収録してたら、その人が信号を歩いてきて、でもさ、声かけ、うお、なんかその時でもう10年ぶりぐらいとかだったの。すっごいかけたかったんだけど、いかんせんこっちは、仕事してるし、で、連絡先もわかんないからさ、なんか、その後どうしたんだろう、どうしてるかなと思って、会いたい人のうちの一人
なんですけど、そんなこともあって歌を歌う時っていうのは、いつもその言葉で絵を描けるようになんか、できたらいいななんていうふうに思っております。まあ、50の手習い の続きで、なんか今年、まあ、ちょうどね、50歳にもなったし、なんか今までちゃんとできなかったことを、いろいろやっていきたいな、みたいなことも思ってて、歌も、そう、笹島かおりちゃんに久しぶりに前に会って、ねりけさん、歌はもうやらないの？って言われたの。で、私、やっぱり歌うことが大好きだったから、で、いや、なかなか機会もなくてね、って言ったら、なんか、カオルンが、いや、私はミケさんの歌大好きだから、いや、続けてほしいな、なんて言ってくれたのよ。ほんと。それがちょっと、すごく、ちょっと心の支えになっていたりもして、なので、ちょっと今年、何かしらの形で、ご披露できたらいいな、と思っております。そう、石田陽子ちゃんと前ちょっとカバーとかもやってね、なかなか楽しかったので、なんかそんなこともできたらいいなと思いますね。はい。そしてそう、他の名言はね、そう、私たちの仕事はアンサンブルだから、アンサンブルを大事にやっていきましょうねっていうのがね、狭間道夫さんがおっしゃってくださってました。暮らしは、なんか日常こうやって生きていることもそうだし、そのお芝居ももちろんそうなんだけど、こうやって生きていること自体が全てアンサンブルだと思ってるんです。だから、なんて言うんだろうな、いい時もあれば悪い時もあるし、でもそれはそれとして、うまくいろんな人やものとこう関わり合っていけたらいいなと思って、それが結果的になんかいい作品やいい舞台、いい人生になるかななんて思ってるんですね。あ、陽子ちゃんまた歌えない、また歌いたいな、ちょっとまたやろう、ちょっとやりましょう、今年こそね。石田陽子ちゃんも今年アニバーサリーイヤーなので、石田ナイトやるんだよね。はね、またちょっと私も見に行きたいな。ソロライブな、なかなか難しいな。ね、そんな、さ、いけない、どんどん、もう11時半だね。よいしょ。さあ、そんな、とりあえず私の名言そんな感じでした。散々各所で聞かれていることと存じますが、今年度に挑戦したいこと、成し遂げたいことを教えていただきたいです。いただきました。過去楽曲を配信したいです。頑張る。ご用意は準備しています。頑張る。なんとかそのサブスクとかで、もしくはダウンロードとかで、配信できるようにできたらいいなと。いいなというか、今ちょっとその準備を、進めておりますので、ちょっとどういう経緯で、配信できるかっていうのを今ちょっと模索しているところなので、過去のアルバム、ウェーブマスターさんのご好意で、可能なになるんですけれども、そのウェーブマスターさん時代の、ウェーブスコレクション以外の、アルバム全部配信できる予定でおります。ちょっとまだね、日にちとかは、まだ未定なんですが、待っていていただけたらなと思います。来週バレンタインだから、YouTube の多分ここら辺にある、あれ？こっち？チャンネル登録、
この YouTube のチャンネルに、君のいないバレンタイン、田中康平先生が書いてくれた曲がありますので、ぜひそれも聴いてくださいと思います。はい。お誕生日おめでとうございます。ご健康とご多幸を心よりの祈りになり申し上げます。お腹減ってきちゃった。質問ですが、今まで出演された数多くのキャスティングの中で最も印象に残っているキャラクター、または気に入りのキャラクターは何ですか？といただきました。全部。ただね、なんだろう。ここ近年、個人的に気に入っているのはですね、グランブルーファンタジーのイルザさんと、アークナイツのエフイータさん、そして、LGO のフェイトの、リキューさん。まあ、ちょっとゲームばっかりで恐縮なんですけど、なんかこう、自分の一番強いところと、自分の超絶プライベートみたいなのと、自分の持てるスキルを、なんか、活かしてもらえた3キャラ。だったんですよ。イルザさんはね、面白いんだけどさ、ディレクターさんがね、クソっていうセリフが似合う女性声優さん誰かなと思って考えたときに、存在さんしか浮かばなかったんですよね、って言われて。あ、そう。あ、どういう印象をお持ちなんだろうみたいな。で、フィーターさんはね、私のプライベートというか、あまりにも素な、また、その先にをご存知の人は、普段、ああ、喋ってるじゃない、あのトーンなんですよ。だから、特に、プライベート近しい、だから一緒にお芝居やった座組のみんなとかは、エフイータさんが園崎美恵の素すぎるっていうので評判でした。あ、そう、イルザさんは、ちょっと話も取っちゃうけど、イルザさんはさ、とにかくなんかこう、貫けって言ったりとかさ、なんか強いセリフを言うでしょ？あれがね、なんかやっててね、こう、すがすがしいというか、私もなんかこう、気分いいんですよね。で、あと、去年お披露目になりました、FGO、リキューさんと、もし弾いてない方いらしたら、それの対になるキャラクターがいるんですけれども、その二つはね、いやいや、その先見えと言ったら、それぐらいの振り幅あんだろうっていうのを、なんか活かしてもらったキャラクターだったので、いや、嬉しかったですね、ほんと。その他、アニメとかガイドラになってくると、本当にいっぱいになってきちゃうんだけど、大体、もうアニメはもう自分が担当した役はみんな大好きだよ、やっぱり。ガイドラはね、一番印象に残っているのはね、もちろん、クリミナルマインド JJ もそうなんだけど、やっぱりね、一番あれなのはね、This is Us のレベッカ。その崎美恵の振り幅じゃないけど、すごく私年齢を行ったり来たりしがちなんです。ほんと、This is Us は、もうほんと、何の前知識もなくていいから見てほしい。もう吹き替えじゃなくてもいいから、字幕でいいから見てほしいです。ニキータ大好きです。ありがとう。ニキータ大好きだった、私も。本当に。なんか、声低いトーンを海外ドラマでやるのの最初だったんじゃないかな。なんか、あれ、オーディションだったんですよ。で、なんか、すごく何人も、キャストを受けてるっていうお話を聞いて、最後、決まって、なんか任せていただいて、で、咲夜さんにもね、いろいろ、助けていただいたりとかして、すごい楽しかったんです。そう、
マギキューさんってさ、実はダイハードの 4.0 でさ、マギキューさん出てるのね。で、その時は、つぼいこのみさんが声やってたんだよ。私、そのつぼいさんがやってたマギキュー大好きすぎて、ちょっと自分がマギキュー当てるっていうのが、なんかちょっとイメージつかなかったの、はじめ。だから、なんか自分なりの、なんか、マギキューやってみました、みたいなので、やってみたんですけれども。そう、CSI ニューヨークのね、自分、本当なんか海外ドラマでレギュラーを持つのがまだ慣れてない頃で、大体なんかね、ガイドラでレギュラー入れていただくのはね、なんか2シーズン目とか、シリーズの途中で、ベテラン勢に囲まれて、ポンってなんか放り込まれるみたいなのが多かったんです。一番初めに、やった、海外ドラマのシリーズ、シーズンをまたぐ海外ドラマのシリーズがね、狼たちの絆っていうね、ドラマだったんだけど、唐沢潤さんとかね、金田恵子さんとかね、諸角さんとか、それこそ、遠藤純一さんとか、そうそうたるメンバーがいらした番組に、本当、吹き替えの不の字もわかんない状態で入って、もうへったくそーってね、合わせられないの。そんな、たどたどしいのをね、静香ちゃんポジションだったんだよ、昔。それで、やっぱりそういうので、ご一緒して、皆さん本当に今でも現場会うと当時のことを知ってるからさ、みんなよくしてくださって、プラクティスボストン弁護士ファイルっていうのを、7シーズンぐらいまでやったんだけど、それもシーズン2からでね、藤原啓治さんが主役だったんだけど、ジャフリーさんとか一条美幸さんとか加藤優子さんとかいらして、それにね、常松あゆみちゃんがね、後から入ってきて、でその時にようやく、一番下じゃなくなったぞ、みたいな、だったんだけど、そう、CSI ニューヨークも、それなんでね、シーズン2から、検視官じゃない、現場を検証する係で出てきてね、すごい当時のやつ聞くとね、やっぱりどっかちょっと緊張している感じがね、あって、で逆に、本編も、鑑識か。そうね、鑑識も、ちょっとしばらく離れちゃってたから、なんかもう用語が出てこなくてな、ほんと。で、モンタナから、配属されて、なんていうの、まだ馴染めないみたいなキャラクター性もあったから、今思うとね、なんか逆にそのちょっと緊張してる感じが、うまくハマってたなとかって思ったりしましたね。はい。ちょっと、どんどん行ってみましょうかな。なんか、CD ジャケットにサインをしていただいた某ゲームメーカーの営業マンさん。あった。ありがとうございます。覚えてますよ。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。今年も素敵な一年をお過ごしください。ありがとうございます。質問なのですが、私はたびたび飲食店でオーダーミスに遭うのですが、私もね、いっぱい書いてるけど、みえさんの中で一番笑えたオーダーミスは何ですか？アスパラドリアにアスパラ乗ってなかったことかな。ガストだったかな？ファミリーレストランに入ったんですよ。それで、そう、謎の呪いによるオーダーミス。これ、ね、
あ、まずちょっとアスパラの話するね。それでオーダー来るじゃん。で写真にはさ、ドリアの上に、ドリアのホワイトソースの上にアスパラがね、こうやって4本並んでったので、来たわけ。そしたらないのよ。でこれ、あれ、これはメニューは分かりやすいようにその上に置いてあるのかなと思って、スプーンでね、なんかちょっとほじったんです。アスパラいないの。そう、ただのドリア。それでちょっと面白くなっちゃって、で、まあ、店員さん呼ぶじゃん。で、すいませんって、はいって来て、出て、すいません、アスパラドリア頼ぐらいって指を指しながら、アスパラドリア頼ぐらいで、そのお皿、そのドリアの上に何にも乗ってないドリアを見た店員さんが、もうかなりセリフ食い気味に、申し訳ございませんって言って、それを下げてさ、厨房に走っていったんだけど、で、間もなくして戻っていらしたのね。その上にさ、アスパラが並んでるんだよ。で、明らかに私がさっきほじったやつにアスパラ4本乗ってるんだよ。あ、今乗せてくれたんだなって言うのがね、なんていうの、その店員さんの一瞬見た瞬間に察して、ものすごいセリフの食い気味っぷりがすごかったです。そう、作り直さなかった。まあでも作り直されてももったいないしね、で、だから本当だったら乗せて焼くんだろうけど、多分あれ焼いてなかったかなみたいな。でも美味しくいただきましたよ。はい、いや本当にね、飲食店不具合あるあるってハッシュタグ作りましたけど、びっくりするぐらい本当にね多いんです。で、十中八九なんかあるんだよ。カトラリーないとか当たり前だし、おしぼり出てこないとか、お水出てこないとか、オーダーしてくれない、オーダー聞きに来てくれないとか、本当にいっぱいあるんです。鶏そば頼んだのに鶏ないとか鶏乗ってないとかね、あるんですよ。それでよくお友達とね、ご飯とか食べに行ったりするでしょ。それで言われたの、いやハッシュタグありますけど、いや言うてもね、持ってる話持ってるんだろうと思ってましたって。そしたら、本当なんですね本当だって言われた、3人ぐらいにそう、なんかの特殊能力かなんかみたいだよね。ちょっと面白いです。そう、鶏そばに鶏乗ってなかった事件はね、とあるフードコートで、多分ね、外国の方がね、作ってたの。あれで小鉢がついてたんだよ。それが鶏肉だったの。でも写真と全然違うけど、鶏そばはもしかしてこれを自分でオンするのかなと思って、お盆持って聞きに行ったの。すいません、鶏そばなんですけど、これを入れるんですかって言った、違います違います、ちょお待ちくださいって言って、作ってくれたその店員さん呼んで、鳥乗ってないみたいな話をその人の言葉で、その人の母国語で話してて、でもこれの何がおかしいんだいっていうさ、顔をしていってね、ちょっと面白かったです。結局それはまた別添えで、なんか鶏ハムみたいなやつを別のお皿に盛られて、こちらでお願いしますって言われてね、それを預かって、結局なんか本当だったら初めから上に乗ってるはずのやつを私が自分でオンするっていうのをね、やりましたけれども、そう、コンビニの買い物もね、私はあれほどお箸くださいお箸くださいって言ったのに、
あの、暮れに京都にいたんですけど、お箸くださいって言ったのに、あの、そう、ストローが入ってて。ストロー入ってたんですよ。で、あの、まあ、京都宿泊です。あの、ホテルだったから、その時は、あの、フロントに行って、ちょっと半笑いで、すいません。この、でも、ど深夜だったの、もうどこもやってなかったから、ど深夜で、あの、コンビニでね、あの、お弁当を買ってきたんです。で、こんな夜中にすいません。お弁当買ったんですけど、お箸ついてなくて、って言ったら、お待ちください。ご用意しますかって言って、あの、お箸出してもらいましたけれども、今コメントにもね、あの、ストロー、お箸の代わりにストローついてましたって言う人いましたね。はい。じゃあちょっとどんどん行きましょうか。ミューフェス現地参加させていただきました。ありがとうございます。この時期美味しい立春朝しぶりの日本酒が出るので今日買いに行くのですが、日本酒に合うおすすめのお酒のあてなどありましたらぜひといただきました。ありがとうございます。そう、立春朝しぶり、立春2月4日だったでしょ。で、次の日は私はそれでミューイバスでさ、歌を歌わなきゃいけなかったから、私買ってきたんだけど我慢したんだよ。そうね、あれ、開けなくちゃ。またね、開ける。生酒だから、開けたら一本飲まないといけないから、まだちょっとね、あの、開けてないんですけど、日本酒に合う、あの、おすすめのお酒のあて、私はやっぱり、ほんとね、ダメなこと言うね。ほんとにダメなこと言うね。塩。日本酒と塩。最高。それ言ったらもうダメだろって言われたけど。まあ、他にもね、いろいろあります。昆布の佃煮とか、あとは、キャベツの柚子味の漬物とか、あと、来月から日本に留学に行きます。応援してください。マルコホロンさんの声で、あ、マルコホロンさんの声で応援してあげたいけど、今、この声を、マルコホロンさんの声を出したら、ちょっと、ご近所迷惑になってしまうの。ごめんね。留学頑張って!応援してる!それから、あ、上杉謙信ね、塩をおつまみにしてたよね。あとね、意外とね、私、甘いものと日本酒もいけると思っていて、お酒の種類にもよるんだけど、私ちょっとツイートしたんだけど、酒のつまみに味噌、味噌ね、味噌もいいよね。そうそうそう、わかります、すごく。お味噌もさ、いろんな、その、麹味噌もあればさ、赤味噌もあるじゃない？私個人的に麹味噌好きなんだよね。あと、いぶりがっこチーズ、最高、いいね。そう、甘いものと日本酒はね、あと、セブンイレブンに売ってる蒸しパン、なんだっけ、重機に入ってる、あんまん肉まんのさ、ふかしてあるところに入ってる蒸しパンが発売されたんですよ。で、この間行ったらちょっとなんかキャラメル味とかチーズ味とかになってたんだけど、あれのね、個人的にね、プレーンと日本酒がね、意外にいけてしまってですね、美味しかった。そうそう、ホットスナック蒸しパン、そう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 。あ、イカの塩辛ね。イカの塩辛、実はね、私ね、イカの塩辛があんまり得意ではなくて、私親族が、函館にいるのでよく送ってもらったりするんだけど、単体で塩辛食べるよりは、なんか、じゃがいも、ふかしたじゃがいもの上に乗せて、ちょっと焼く。なんか少しヒートしてる方が好きですね。なんかあったかいご飯、またご飯の話だよ。あったかいご飯に、
塩辛のせたら、あの熱々のお茶をジャバッとかけて少しちょっと白くさせるあののはね好きですね。そう、蒸しパン、酒まんじゅう的な、うん、そう、酒まんじゅうみたいな感じ。明太子いいよね、明太子いいよね。うん、あ、そう、あんこと日本酒も美味しいよね。私も好きです。あんこ意外とね、あの、最近はもうお茶でなんか食べるよりかは、なんかどら焼きとコーヒーとか、どら焼きと日本酒とか、やりますね。飯テロタイム、ほんとお腹空いてくる。お腹空いてきますね。今日も私ね、まだ食べてないんだよ。あ、キミちゃん、佐藤水産の酒類で送ってもらったことある。美味しいよね、あれ。めっちゃ美味しかった。鶏刺し、あ、鶏刺し美味しい。鶏刺しにわさびとか、最高だよね。私なんで今この場にお酒を持ってこなかったんだろう。なんで晩酌あれしなかったんだろう。本当だよね。日本酒出してきても、ああ、くそ。残念。あ、そう、塩辛のお茶漬け。いいよね。ちょっとね、まだお酒はね、お酒飲んじゃったらちょっとあれになっちゃうんで、ただ。せっかくなので、ちょっとどんどん行きましょう。あ、じゃあコメント、ツイッターコメントいきます。いつもカフェや喫茶店でお仕事をされているのを拝見しますが、みやお姉ちゃんが一番入りたくなる喫茶店、雰囲気やメニューなどはどういうところですか？ね、ちょっとやっぱりレトロな雰囲気の喫茶店が大好きです。飲み配信やりましょう。そう、七尾春日さん、春日なっていうチャンネルをお持ちなんですけど、その前に、ゲーム配信もね、よくやってたのに、私お邪魔させていただいた時に、春日さんの、番組に酒持っていくっていうね。あ、未成年さん、お酒、私もね、お酒ちゃんと飲めるようになったのはね、本当、それこそ30代になってからなんだよね。なんかそれまでは全然、飲めなくて、それこそ喫茶店の、飲み屋っていうよりかはもう喫茶店行ったり、あ、ルノワールもね、私結構好きよ。割と、ああいう、なんて言うんだろう、落ち着く感じ。そう、京都になんで行ってたかっていうと、とにかく喫茶店文化がすごくてですね、投薬治療中でお酒飲めなくて残念。お水いっぱい飲んでくださいね。あ、お先に眠る。あ、そうだね。明日も平日だよね。お休みの人もいるよね。おやすみなさい。ごめんね。銀座のランブル、ちょっとメモっておこう。あとは、なんだっけ。上野の界隈とか、上野の界隈に、純喫茶とかいっぱいあるじゃない。純喫茶コレクションっていう本も、発売されてるけど、そういうのね、大好きですね。え、石高屋さんの影響？あ、お酒飲んだのはね、かよちゃん、かよしの彼女違うがな、それじゃないよ。あ、そうそうそう。喫茶ソワレね。喫茶ソワレでまだ行けてないんだよ。入れなかった。そう。京都はね、本当に、なんて言うんだろう、街の中に喫茶店とコーヒー店がね、本当にいっぱいあって、ちょっとレトロな雰囲気のするところと、逆になんかモダンの雰囲気のするところと、あんまり、やっぱり、狭くないところ、どうしてもちょっと長居しちゃうから、客席数少ないとすぐ出なきゃいけないっていう風になっちゃうじゃない？だからね、そういう、ある程度の広さがあるところで、結構、iPad とキーボードで、その先三重事務所を、するんですけれども。それこそ、やっぱ紅茶が、まず紅茶が美味しいところとか、
ケーキが美味しいっていうよりかは、もっとコーヒーが美味しい、おは紅茶が美味しいところ、が、マストかな。そういえば、京都ですっごい美味しいスコーンのお店、行ったんですけど、それツイートした後に、なんか、ツイッターフォロワーさんが、まさにそこ行ってきましたなんて、たまたま予約していましたっていう方がいらして。そうだ、コメント、スコーンに、クロテッドクリーム先に塗りますか、ジャム先に塗りますかっていう方がいらして、私実はね、スコーンはね、クロテッドクリーム山盛り&ジャムはあったりなかったりなんです。クリームがとにかく好きなのね。で、なんか、その方をし、なんか、コメントには、クリームをつける方とジャムをつけるので、なんか何流派が分かれるっていうの、なんか何派何派っていうのがあるらしいんだけど、なんかミルクティーもさ、カップにさ紅茶を先に入れるか牛乳を先に入れるかみたいな。あ、クロテッドクリームね、ちょっと大きいスーパーとかに行くと売ってるけど、あとはね、なんか、業務スーパーとか行くとね、ありますよ。そう。クリームタップ、そう。ちょっと高いんだけどね、クロテッドクリーム、バターとはまた違うんだよね。それがね、大好きです。そう。なんか、話がちょっと前後しちゃうんだけど、まず、そもそも、お酒を飲むようになった、ビール飲むようになったのがね、私、ストライクイッチーズの影響すごく大きくて、私、カルスラント、ドイツの出身のキャラクターなんですね。で、ドイツといえばベルギービールですよ。それで、ビール嫌いだったの。で、ビール嫌いな理由が、なんて言うんだろう。国内のビールってみんなドライでしょ？なんか辛くて苦いんだよ。あれがね、ちょっと苦手で。だったらアジアのビールとか、そのベルギービール美味しいんじゃないですかって言われて、で、アジアビールは中華屋さんとか行って、チンタオとかバーバーバーとかよく飲んでたんだけど、で、それこそ、そのウィッチーズのまだ一期かなんかの打ち上げの時に、ちょっとマイクがカクってなった。一期の打ち上げかなんかの時に、ドイツ料理のお店行きますから、その大さん、ベルギービール飲みましょうよって、文芸の村上さんとか、交渉の、鈴木さんとかに連れられて、行って、あ、これだったら飲めると思いますって言って飲み始めたのが最初でした。それまではビールあんまり飲まなかったし、お酒はちょこっとしか飲まなかったけど、そんなに強くなくて、あんまり飲めない方だったのね。でもなぜかなんか、私、酒豪に思われてて、なんか、地方のイベントに行ったら、イベントに日本酒の差し入れがあったりとかして、なんか、日本酒飲めそうな顔、酒飲み顔をしているらしいんだけど、で、私がお酒を飲むようになったのは、なんかカウンターで一人飲みをね、してみたかったんですよ。それで一人暮らしするようになって、近所の行きつけのお店で常連になって、で、日本酒飲んで、なんか常連の人と仲良くなるみたいなの、そういうなんかコミュニティっていうのをね、やってみたかったの。そしたら、なんか、たまたま、行ったお店、あ、シメイ、私も大好き。ベルギービールね。そう。で、まあ、日本酒、昔、舞台をやった時に、昔、舞台裏のアルバイトをやってたんだけど、そこの座組に差し入れされた、あれ、なんだったら、今思うに、八海山かなんかだと思うんだけど、グリーンの瓶
の日本酒をご常磐に預かって、うんと、いただいたらめちゃくちゃ美味しかったのよ、フルーティーで。で、あ、日本酒美味しいんだなと思って、あ、サミットは私じゃないです。あの、エイジさんはエイジさんかな、砂漠のエイジさんかな、そう、エールとかバイゼンとか、あの、国産のビールもいっぱい増えましたね。あの、私それでね、大学のね、あの、大学短大だったんだけど、短大の、卒業論文がアルコール発酵の論文だったん、レポートだったんです。論文というか、レポートだったんですよ。で、やっぱりそういうの興味あったし、で、いろんなところの、そういう、あの、なんだろう、発酵物って菌とかさ、とか、そういういろんなもので、味が全然違うし、同じ、その酵母使ってても、場所が違うだけで、味が違ったり、出来上がりが全然違ったりっていうのがものすごく面白くて。で、その前に、紅茶、うちは家族が紅茶とか、日本茶とか、とにかくお茶をよく飲むお家だったのね。で、紅茶もさ、その、茶葉は茶葉だけど、いろんな産地で全く味が違うのよ。その、今、日本の、その、国内産の茶葉で、紅茶を作る、全発酵させて、全発酵させて紅茶作る和紅茶。今流行ってますけど、やっぱりそのインドやスリランカの紅茶と、紅茶や中国のものともまたちょっと違うっていう味なんですね。で、そういう、やっぱりそういう農作物だなっていうのがあって、ものすごく興味があって、日本酒も面白いなと思って、なんか、いろいろ飲み始めちゃったら、まあ、キリがないよね。楽しい。日本酒もほら、同じ銘柄でも毎年味が違ったりするでしょ？で、私、中国茶の、初級茶芸士の免許を持ってるんですけど、中国茶はやっぱり本当に生まれた、その粘土、取れた粘土によって、全然、違うんですよ。紅茶といえば、ヤンウェンリー。そう。銀エーデンのさ、三越コラボさん、三越さんとのコラボのさ、紅茶のさ、ティーセップあったんだよ。あれやっぱ買っとけばよかったなと思って、ほんとね、今後悔してる。もう。そんなんで、まあ、日本酒も、お茶も、コーヒーもそうだけど、そんなんでなんかこういろんなところで味が違うなっていうのは、やっぱり楽しくて、ね、それを中心にちょっと話が広がったりとかするでしょ。それがね、楽しくて、飲むものいっぱい飲んだりしています。まあそんな中、今日の紅茶は、まあ、紅茶家電なんだけど。ちょっとね、そこにポットもあるんだけど、なかなかね、ちゃんと入れたりすると、開かない。あ、和紅茶ね、苦味が少ないので、虎屋の羊羹とがっつり合います。本当に美味しい。黒糖の羊羹とね、合いますよ。お饅頭とも合うしね。あれ開かないな。あれね和紅茶もいろんな、産地のやつがあるので、個人的に、好きなのはね、チラン紅茶おすすめです。よいしょ。さあ、どんどん、もう12時になっちゃうね。どうしよう。面白いのがあるよ。お誕生日おめでとうございます。声のイメージからは到底想像できない愉快な体験。いつも面白おかしく、さっきのね、不具合あるあるみたいなね。ツイッターを拝見しています。その先、みえさんのトリセツを作るなら、絶対押さえておきたい参加条は何ですか？なんだろう。なんだろう。お腹を減らさせない。参加条か。参加条、お腹を減らさせない。寝不足をさせない。
米を欠かさないかな。今お腹空いてる。めっちゃお腹空いてる。もうね、今日仕事だったんですよ。それだけ昼からお仕事です。そんなんで、なかなかね、ちょっと朝ごはんいっぱいちょっと食べたんだけど、後で何食べようかな。どうしよう。また多分米を。あ、でもね、あとさ、アフレコの時にお腹なっちゃうのはね、逆になんか中途半端に食べちゃうとお腹なっちゃうんです。そう。くっちゃね生活？くっちゃね生活したらどんどん太っちゃうじゃないか。米と空腹は別学です。はい。ね。米大事。米大事だよ。そんなところで、さっき太田の話が出ましたけども、今後楽曲をリリースするとしたら、歌いたいジャンルやカバーしたい曲などありますか？個人的には、All of Me のようなジャズが大好きですっていただきました。私はね、実は今もちょっとかかってるけど、エレクトロとかハウス、これは全然エレクトロでもハウスでもないけど、エレクトロとかハウスが大好きでさ、だから、桜大戦をやっていたときに、ひろりおじさんがなんか詩を書いてくれるっていう話になって、どういうアルバムが作りたいんだってなったときに、私、1枚目のね、シアっていうアルバムがあるんですけど、ああいうちょっとアンビエントな電子音楽も何しろ、YMO とかさ、あの世代で育ってきてしまったからさ、あのあたりのやつをやりたいと思って、作ったんだけど、ちょっと早すぎたかな、出すのが。もう10年後だったよね、ああいう楽曲のテイスト。でも今ちょっと考えてるのは、なんかピアノ一本でカバーアルバムとかやれたらいいなぁなんてことをちょっとうらうら考えているんですけれども、考えているんですけれどもってにわかに発言してしまったけれども、実はちょっとまだ全然きちんと決まってないんだけれども、何かしらできれば年内に新曲というか新しいアルバムお披露目できるかなと思っています。ので、お待ちいただけたらなぁと思います。リレコーディングはね、なかなかちょっとやっぱりやれないかな。一回やったけど、でもね、ミューフェスで手紙渡せればよかったのですが、まだ NG でしたね。手紙だけでも渡せるようになってほしいです。孫崎さんにお手紙やプレゼントを送りたい場合ってどうすればいいでしょうか？前はイベントなどの機会を使ってましたが、最近は感染予防の理由で NG な場合が多くてといただきました。そうなんだよね。私、住所を作ってなくて、ちょっと、フリーの人たちみんなどうしてるんだろう。ちょっと考えますね。住所はある、作ったんだけど、お荷物受け取れないのよ。だから、こう、荷物間違ってその住所が結構出ちゃって、荷物いただいちゃうと、なんか、送り返されちゃう感じになっちゃうんです。だから、それだとちょっと申し訳ないなと思って。あ、日付変わる。あ、23時59分。みんなお誕生日ありがとうございました。ありがとうございました。日付変わるけど、まだもうちょっとやっててもいいかい？いいかい？もうちょっとせっかくだからいっぱい。あ、青石さん、一緒に北海道、一日連れで会えなかった青石さんが、その先見えの、先日の似顔絵描いてくれました。ありがとうございます。リアタイのためこれから家事もろもろやっつけてまいりますっていただいたけど、まあ、大丈夫かな、もうちょっと深夜になっちゃったけど、最近お出かけして楽しかったワクワクしたスポットはありますか？東京駅面白かったよ。東京駅結構
いろんなところのお土産物がさ、いっぱいあって、なんだ、何？改札内もさ、すごい面白いでしょ？で、改札外はさ、私の大好きな、くるみっこが売ってるのよ、鎌倉名物。それと、なんだろう、ほんと、地下もあるし、地上もあるし、いろいろ、そう、ぐるぐるして迷っちゃうんだけどさ、結構その迷ってるのも、また、楽しかったりしてさ、そう、くるみっこは安藤まぶきさんと私が超絶大好物で、いつもなんか、まぶきさんが横浜から、横浜に行ったよ、みたいな時に、私に買ってきてくださるのね。で、まぶきさん大変、東京駅で手に入るって話になって、やったわ、みたいなことになった。これでもっと手軽に食べられるようになるわね、みたいな話をしてたんだけど、それで、実はですね、ちょっと、お返事はぼやかしますが、ステーションホテルに泊まったんですよ。なんか、ハリさんもさ、東京ステーションホテル泊まったって書いてたじゃん？ちょっと羨ましくなっちゃって、行ったの。なんだっけ、改札のところの、どうも、あ、そうそうか、結婚記念日にハリさん行ったんだ。そうそうそう。ハルさんどこ泊まったの？私はね、まあ、一番安いプランだったんだけど、改札の、黄色いドームが見えるところにね、宿泊したんですよ。いやー、テンション上がった。で、やっぱり宿泊の人しか入れないスペースっていうのもいっぱいあるので、長い廊下をトットットットって歩いてってんで、その間、ホテルの方に、ガイドツアーしていただいて、で、ここはこういうので、こちら側が、皇居が見える側です。こちら側線路になっております、みたいな。あ、そこ泊まりたかったけど、満室だったの。平日ですよ、春日さん。平日。でね、そう、あそこはね、ホテルだったの。いや、ほんとね、ちょっと、すっごいテンション上がった。ちょっと、ホテルの人、なんかはしゃぎすぎじゃないですかねみたいな感じで言ってたんじゃないかなと思うんだけど。いやー、あそこはね、すごいワクワクしましたね。ちょっと探検もしましたし。宿泊者しか通れない通路とかもあって、でそこを通って、丸の内の方に出て、外で買い物したりとかね。するんですよ。いやー、とにかく、なんか、東京駅って100周年だったじゃない？私その時、100周年のさ、ほら、記念スイカ出たじゃない。で、あ、そうか、そうだね、有給取ってね、平日だといけるよ。もしか多分、早く取れたら取れるんじゃないかな。その、東京駅100周年のさ、記念スイカをさ、買いに行ったのよ。で、行ったら、もう、始発で、違う、7時ぐらいに、行ったら、あ、150年スイカか。150年スイカ。行ったらもう、すっごい並んでて、こりゃ無理だわ。これ並んでたら、私仕事に間に合わないわ、と思って、でも、あれだけ並んでたら、きっと、ウェブで発売するだろうと思ったら、その予約注文になったじゃない？で、それで、私、買ったんですよ。まあ、そんな感じで、東京駅、もともと好きだったんですけれど、なんか、ちょっと普段見られないところを見て、すごいワクワクしました。そう、記念スイカ大変だったの。争奪戦っていうかね、すごい、限定何枚だったんだ？限定数の、枚数だったんだけど、もうね、これはどこまで並んでるんですかっていうぐらいね、ずーっとね、並んじゃってて。お気に入りの地方とかありますか？そんなにね、実は私、旅好きだけど、そこまであっちこっちは行ったことなくて、まあ、言うても東北地方は
あの近い範囲でいろんな温泉があるのですごい好きです。あの車で5分のところでお湯の色が全然違ったりしますよね。そんなんで、さて質問ですが、ムレスナティのお気に入りフレーバーは何ですか？あ、喫茶店の話になりますけど、ムレスナティってティーフリーっていうシステムの、喫茶店なのね。私が初めて行ったのは、初めて、ハリさん、初代ペンギンスイカまだ持ってる。今もうあれ、改札しか通れないでしょ。お買い物できないからね。で、ムレスナティの話ですけど、滋賀にね、学生っていうか、20代の時、滋賀の方に毎夏遊びに行って、仲良しのお友達たちがいっぱいいるんですけれども、で、そこで宿泊してた時に、その近くにあった、そのムレスナティのサロンがあって、で、そこで初めていただいたんですけど、その時、いろんなものが出て、何が出てたか、よく覚えてないんだよな。なんか、とにかくいっぱいあって。この間、ウッチーズのライブの、リハーサルで差し入れに持ってった、クッキーが、京都は嵐山、東京は日比谷にある、キキっていうところの、サブレだったんだけど、そこもね、その、ティーフリーシステムだったのね。で、ティーフリーシステムどういうのかっていうと、カップを置いておくと、その時、店員さんが、ポットで入れてくれたやつを順番に、ついでってくれるのよ。羽田空港の温泉？え、そんなに高くないよ。1000いくらだったはず、確か。熊本はまだ行ったことないんですよね。ちょっとなんか、コメント見てると話が前後しちゃうね。あ、みえさんが今一番入りたい温泉はどこですか？あ、そうだ、のぞちゃんだ。佐々木のぞみちゃんがコメントくれました。ツイッターコメントくれました。今一番入りたいのはですね、嬉野温泉行ったんですけど、なんと、すごくいい部屋でいいお宿取ったのにもかかわらず、晩ご飯ちょっと奮発したの。晩ご飯奮発したら、ご飯とお酒のペアリングを楽しむコースっていうのだったのね。それでさ、すっかり酔っ払っちゃってさ、私、大浴場の時間に間に合わなかったのよ。寝ちゃって。だから、もう一回、嬉野温泉行きたい。新幹線が通ったんだよね。そう。新幹線通ったから前よりもちょっと、行きやすくなったんじゃないかなと思います。そう、嬉野はお茶も美味しいしね。のぞみちゃん、ありがとう。野崎さん、新しく始めたいことややりたいことはありますか？50の手習いではありますけれども、実は今年ちょっと、一つお勉強をしようと思って、まあ、ちょっと何をあれするかはちょっとまだ内緒にしておきますけれども、試験もあるんでね、半年、1年かけてちょっと毎週、講座に通う手続きを先日いたしまして、久しぶりになんか学生座みたいな感じで、勉強しようと思います。新潟に石油臭い温泉。ああ、なんか、噂には聞いたことあるよ。海外のカフェ、またはお茶をしたい場所はありますか？韓国。行ってみたい。なんかいっぱい韓国ドラマとかにいろんなお店出てくるんじゃない？あれ、見てみたいよね。あとはロンドン。ロンドンで本式のアフタヌーンティー飲みたいですね。それから、普段から歌い際に気をつけていること、練習していることなどがありましたら教えてください。ちょっと話の始めになりましたけど、一番初めにちょっとお話しましたけど、やっぱり
語るように歌うというか、なんか言葉を大事に歌えたらいいなって思ってます。それから、今まで行った中で一番良かった温泉を教えていただきたいです。難しいな。難しいな、どこだろう。あのね、これちょっとね、まあ、ちょっと趣味趣向のあれになるんだけど、青森の岩木山神社の境内にね、温泉、日帰りでも入れる温泉があるんですよ。とっても、小さな温泉なんだけど、そこがね、すごい、緑というか、すごくその、6色あるじゃない、銅腐食するとさ、緑色になるでしょ、あれの色したね、温泉があって、すごくね、お湯の成分も強くて、あれはね、ちょっとすごかった。あ、そうそうそう、月岡温泉紹介してもらって、ちょっと、硫酸銅の色なのかな、あれはね、すごかったな。あ、お先に失礼します。あ、ありがとうね。夜遅くまで。すいません。金属の匂いしてたかも。でもなんかすごく複雑で、なんかね、濃度がすごく濃くていろんな匂いしましたね。あ、道後温泉まだ行ったことないんだよな。有馬温泉も行ってみたいしね。あ、びっくりした。ぷよぷよ、緑ぷよ、緑ぷよさんから、ぷよ、おめでとういただいてた。びっくりした。あ、ミキアキラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。質問ですが、あ、同じ誕生日、卵アイスさん、おめでとう。あ、過ぎちゃった。ごめんね。15分過ぎちゃった。卵アイスさん、おめでとう。質問ですが、日々もやもやとするときの孫崎さんの、孫崎さん流解消方法を教えてくださいとのことですけれども、それこそね、なんか落ち着く喫茶店で美味しいお紅茶と、お紅茶に限らず美味しいお茶と美味しいおやつを食べて、ちょっと一人になる時間を作る。一人になる時間がやっぱりあるといいなと思ってるんです。なんか自分の中を整理したり、その考えをまとめたりっていうのは、大事だなって思っていて、なかなかちょっと慌ただしくなってくると、そういうじっくり何かを考える時間っていうのが、できなくなってきたりもするじゃない？やっぱりこう、人と一緒にいて、エネルギーをもらえることもいっぱいあるけど、逆にこう、人といることに、うまく、乗れない時もあって、で私は割と一人時間、子供の時からないとダメな子供だったので、割と、だから、30代、20代後半から30代ぐらいの時は仕事を割ともうそのまま電車に乗って終点までファーッと乗って、この列車はどこまで続いてるんだろうみたいなのをね、体感しに行ったりとかしてましたね。だから、九十九里浜とかも行ったしね。で、よく当時マネージャーから電話かかってきて、で、昔報道をやってたんです。ニュースね。ニュースで、で、夜10時入りとか深夜に入って、私朝の番組が担当だったので、その夜中に V 来て、それを録音して、応援始まる前に帰るっていうのをやってたんだけど、あれ、当日呼ばれるんですよ。あれ、夕方電話かかってきて、孫崎さん今どこにいます？あ、ですね、今ですね、九十九里の方にいます。今、鎌倉にいます。今、茅ヶ崎の方にいますって言って、大丈夫ですか？何時に帰ってこれますって。あ、今からだと、
9時半に終わってると思いますって言って、それで帰って、仕事したりとかしてましたけど。本当になんか自分の中で、ただやっぱりお茶が好きだっていうだけでなくて、お茶もそうだし、その旅もそうだし、それはなんでかって言うと、ちょっと一人になる時間が欲しくなるから。うん。あとは、なんか、美味しいものを食べてよく寝るっていうのが、なんか自分のモヤモヤ解消法ですね。お肌とても綺麗ですね。スキンケアで気をつけていることはありますか？ありがとうございます。肌綺麗って言われるメイクさんにね、いつも褒められます。なんかこれ、実はフィルターとかかけてなくてですね、今、これ、私、MacBook Air なんですけど、MacBook Air のインカメラで、入ってるんですけど、そう、よく寝るは結局、メンタルにも効くし、肌にも効くし、あと、喉のケアにも、効くんだよ。やっぱり、どんなに、声枯らしても、声枯らして、どんなにいい薬を飲むよりも、まずは栄養をとって寝ること、修復する、何か修復する時間っていうのは、やっぱりメンタルも物理も大事で、だからね、フリーになって3年経ったんですけど、フリーランスになって、寝る間を惜しまないっていうのをモットーにしたんですね。そうしたらね、やっぱり声枯れなくなりましたし、肌ツヤも良くなったし、顔色も良くなったし、いいことだらけです。うん、でも若い子たちにさ、喉のケアとか何してますかって、とりあえず寝ることだねって言うと、なんかこう、とっておきの何かがあるんじゃないかみたいなので、えって顔されるんだけど、まずは寝ることだと思います。あと、ちなみにスキンケアは、オルビスを、長年使っております。化粧水はオルビス、メイク落としは、なんつったっけ、メイク落としはね、楽天でいつも買ってる、やつがあるんですよ。いつもね、もうね、自動的に送りつけられる、あれにしてるの。あ、スカルプリフトは使ってらっしゃるんでしょうか？スカルプリフト使ってるよ。ギョ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 って、ブラシのやつ。すごい、すっきりしていいです。なんか髪もふわふわするしね。メイク落としはね、ちょっとハードなメイクはあんまり落ちないんだけど、めちゃくちゃ私もうそれじゃないとって思っているものがあってね。どこ行っちゃったっけ？今楽天の購入履歴を見てますよ。アマルディアっていうところの、クレンジング、オレンジ色のね、すごいアロマ、クレンジングなんですけど、ずっと使ってるとね、角栓がなくなる。アマゾンではなく楽天派ですか？両方使います。ちなみに、私の衣装のほとんどは、ゾゾタウンです。カラーはどうなってますか？カラーはこうなってます。こうなってます。ああそっか、お子さん寝かしつけていらしてくださった方、ありがとうございます。お洋服おしゃれです。大好きです。ありがとう。ご自分でお洋服を作るとしたら、どんなお洋服にしたいですか？楽だけど、ちょっとかっちりして、おしゃれなのがいいな。そう、クレンジング、アマルディアのクレンジングね、お肌弱すぎる人は、なんか、一応私いつも
このアマルディアと、で、この同じところのアマルディア化粧品さんの、洗顔フォームを使って、クレイ洗顔フォームを使ってるんだけど、ダブル洗顔なんですが、お肌弱い人は、このクレンジングだけでも、綺麗、肌しっとりしていいですよ。で、ハードなメイクの時は、なんだっけ、ハードなメイクの時はね、私2種類使ってて、これはね、いつもね、店頭で買ってるんです。お店って、これはね、お店で買ってるんだよ。なんつったっけ。みんながよく使ってるやつ。アテニアさんの、リキッドクレンジングは、ちょっとハードなメイクの時に、使ってます。ただ、結構やっぱり使った後、オイルっぽくなるから、クレイ洗顔でオイル落としてる感じです。あとはね、固形の、こう、サクッと、なんだっけ、ちょっとね、シャーベットみたいな、シャーベットみたいなね、テクスチャのね、なんつったっけな、あれ。普通にドラッグストアじゃないの、バラエティショップとかで売ってるんだけど、デュオ、そう、しばすけさんありがとう。そう、デュオ、クレンジングバーム。あれをね、時々使っています。あれ、液体じゃないから、旅に持ってくのもいいし、並木さん来てんの？やだ、並木さん来てくれた。ありがとうございます。わー、のんたん、のんたんだ。どうしよう、コメント欄がすげえ豪華になってきたぞ。すごいな。ありがとうございます。そう、デュオのクレンジング。なんか、やっぱり、落とすものが、一番ちょっとこだわっていて、一番、一番肌にできないことが汚れを落とすことだって、なんかで聞いたんです。だから、クレンジング類は結構、ちょっと気使ってますね。ナミキさん。あ、そうそう、ハリさん、アマルディアでした。うん。アマルディアのクレンジング、めっちゃいいよ。はい、そんな、そんなお肌話でした。あとね、そう、揚げ物をよく食べます。あと、オリーブオイルをね、取りますので、結構、おでこから油、きますだから、なんて言うんだろう、どちらかっていうと、ちょっとドライオイリーなんだよね。なので、なるべくこう、保湿を、あゆうら、香りが大好き。バスグッズよく使ってます。あゆらね、私ね、合わなかったのよ。私、一本で済むやつ、しばらく使ってたんだけどね。合わなかった。だから香り大好きなの。だから昔、あゆらのお香とかね、あったりしたんだけど、それはね、よく使ってました。それから、他は、何かな。鈴木さん、すごい、なんかツイッターのコメント欄、知り合いの方がいっぱい。お酒配信が難しいのことでしたが、ガチめのお茶会配信してほしいです。あ、ネイルが素敵なところも含め、ありがとうございます。もうちょっと聞いてくださる？久しぶりに
セルフネイルしたんですよ。昨日、この配信もあるからって。ピールオフのやつをね、したらさ、今日、全部取れちゃった。ここ来る前に、仕事してる間に。残念でした。それで、いつも、ここ最近イベントは、ちょっとジェルネイルしばらくちょっと爪が弱くなってしまったので、ジェルネイルしばらくお休みしてて、で、イベントの時とか配信の時は、もうチップ状になってて、押し付けるだけでくっつく、最近よく使ってるのはね、マジックプレスっていうの使ってるんですけど、オホーラはね、ずっと使ってたんだけど、オホーラよりも、オホーラでも、そのチップ型で、つけて、ジェルランプで、硬化させるやつもあるんだけどね。私が今使ってるマジックプレスはね、もう、付け爪に糊がついてて、圧着するだけなの。で、上手に圧着できると2週間ぐらい持つんです。で、それのはずだったのに、プレップって言って、先にその爪を消毒するんだけど、プレップのちょっと、水分が多すぎちゃったみたいで、この間の、そのミューフェスのイベントでね、ベージュと、飾りのついてるネイルしたんだけどさ、夜の会に、限界なのでここら辺で失礼、どうもありがとうね、遅くまで。で、そう、イベントの時一応キャラを意識して、あれしてます。それで、マイク持った、なんか下にさ、見覚えのある、なんか、それこそ桜台みたいなやつがポツって落ちてってさ、あれ爪落ちてんなぁ。どこ落ちてんだろうと思ったら、マイク持ってる左手の人差し指の爪が落っこってて、もうほんと、野川さんと話しながら拾って、またつけたわ配信見ると多分その様子が見られると思います。たびたび出てくる、おととい催し、開催されましたワールドウィッチーズ、ミュージックフェスタ2023、今配信もチケットが発売されてると思います。2月12日まで見られるチケットと、3月まで見られるチケットと、金額が違うものがあるので、昼夜あるので、もしよかったら、見てみてください。私の3曲歌っております。マジックプレス、本当にね、おすすめ。本当に忙しい時とか、とりあえず今なんとかつけたいっていう時に、季節の、柄もいっぱいあるし、何よりね、ほんと、10秒ネイルっていう触れ込みなんだけど、マジで10秒でつく。ただ、10秒の前に、サイズをね、先に、選んでおかないといけないんだけど、裏を剥がして、ペッて貼っていくと、どんどん、貼れますよ。最近、お酒は何を飲んでいますか？最近、近所の、知り合いだった。大和川市場、中央さん、また、新春、朝絞り、買わせてください。またなんか、なんかの時に絡ませてください。そういえば、なんか、話がすごい行ったり来たりしてごめんなさい。ほんと。なんか、拾ってたのは、私の落ちた爪を拾ってました。はい。そんなんで、もう12時半だね。かれこれ2時間ぐらい、喋ってるんですけれども、さすがにみんな、今日、平日だから、遅くまで、配信アーカイブちょっと頑張って残せるようにしようと思います。何しろちょっと私、初めての
挑戦なので、上手に残せなかったら、すいません。あ、今来たばっかりなの？あ、夜勤休憩の人とかいますね。お酒持って、お酒持ってきたら、明日も仕事だっつ、私も明日仕事だっつーの。ねえ、たっぷり。だいぶ緊張してます？え、そんなことないよ。あ、どこで？今？そんな別に緊張してないよ。いや、初めはちょっとできるかどうか緊張してたけど。うん、ね。特に設定してないなら、勝手に残るんだ。あ、そうなんだ。まあ、そんなんで、50の手習いということでですね、私、そんな君が約2時間にわたる、取り留めもないおしゃべり、本当になんか取り留めもなさすぎて、コメント行ったり来たりしちゃって、本当すいません。なんか今年は、大台にも乗りましたんで、なんていうのかな、こう、ほら、年齢ってさ、どうしても、明日テスト、あ、テスト頑張ってね、どうもあり、付き合ってくれてどうもありがとう、ちゃんと起きて、いい点取るんだよ、ありがとうね。そんなわけで皆さんお誕生日のお祝いありがとうございました。まあ、大台に乗ったわけですけれども、皆さんの、なんていうのかな、まあ、こんな50代もあっていいんじゃないのっていうのの、なんかこう、ちょっと、希望というか、まあ、そこそこね、世の中の同世代や同級生とかはみんなもう子供が大きくなってさ、そろそろ、なんか落ち着いたりする、年齢に入ってるんだと思うんだけど、今年ちょっと考えてることがいっぱいあるので、年齢とかそんなことは関係なくいろんなこと挑戦できるよっていうのを自分でなんかちょっと偉そうな物言いだけど、そういうのをちょっと体現できたらいいなみたいなことを思っています。じゃあ明日皆さんお勤めの人もいらっしゃると思いますし、テストの方もいらっしゃると思うので、本当にそろそろ、お開きにしたいと思います。そう、今年50歳の声優業界いっぱい、73年組結構いっぱいいるのでね、でも結構みんな17歳級に入ってるから、みんな17歳なんじゃないかな。生配信は特に予定はないんですけれども、今度の2月11日、今度、週末土曜日になりますけれども、その崎美恵の湯上がり一番、今度は、30分の音声番組が、配信になります。あれ30分、にならないかも。ゲストさん、さっきのコメントずっと残してくれてる七尾春さんがゲストで来てくださっています。二人でちょっと足湯に行っていろいろおしゃべりをしましたので、そんな感じで、週末の、2月11日は春さんが誕生日なんでね、そう、これでそんな配信もございますので、ぜひチャンネル登録と高評価いただけると大変ありがたいです。はい、そんなわけで、その崎美恵の50の手習い、もう取り留めもなく、本当に本当に取り留めもなく、お送りしてしまいましたが、平日のこんな夜中にお付き合いくださいましてありがとうございました。皆さんの貴重なお時間をこうして、いただいて、お時間共有できたこと本当にありがたく思っております。あ、ガイアクルー公式チャンネルさん、ちょっとすいません、なんかありがとうございます。また出してください。ありがとうございました。アーカイブちょっと残せるように、頑張ってみますので、また何かの機会があったらちょっと気軽に配信とかできたらいいかな。いや本当はね、なんかなんだっけ、途中に何かをかませて
配信っていうのをやってみようと思ったんだけど、全然わかんなかった。全然わかったなかったので、それこそハリスさんとか、あの、大橋あゆるさんとかに、ちょっと配信の仕方、もうちょっと聞いてから、また、お邪魔しようかなと思ってます。そうね、今度はゆっくりお酒を飲みながらもいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、あ、VTuber じゃないよ。はい。そんなわけで、今年も無事に、誕生日迎えまして、日付が変わって2月8日になってしまいましたけれども、2月7日の誕生日のお祝い、本当にありがとうございました。集まってくださった皆さん、コメントをくださった皆さん、そしてお声掛けくださった皆さんに、どうぞ幸あれと願っております。皆さんも、暑くなったり寒くなったりしますので、体に気をつけて、まだまだ、予断の許さない状況でもあったりもしますけれども、イベントとかでまた皆さんと直に会えたり、こうして配信でまたお会いする機会が増えたらいいなと思っています。ということで、曲もちょうど終わったところでございますので、皆さん、それでは本日は夜遅くまでありがとうございました。皆さんもどうぞご自愛ください。では、その先三重の50の手習い、もしかしたら第1回目続くかどうかわかりませんが、またそこここで、お目にかかりましょう。それでは、おやすみなさい。ありがとうございました。みんなよく休んでね。明日のお仕事も頑張ってね。私も頑張ります。ではでは、失礼します。おやすみなさい。